ストレイキッズ、ストレイキッズのフェリックス、フィリックス、トルイ・ビトン、ルイ・ビトンのスペシャルムービー3本がファッション誌、ボーグのインスタグラムにて公開され、フィリックスの寝起きを捉えた姿が話題となっている。動画、眠りから目覚めたストレイキッズ・フィリックスと目が合うムービー。ルイ・ビトンのブランドアンバサダーを務め、過去にはモデルとしてショーのランウェイを歩いた経験もあるフィリックス。 10月1日にフランス・パリで開催された 2025SS コレクションのショーヘはスケジュールの都合で参加が叶わなかったようだが、取り下ろし動画でファンを喜ばせた。アラームが鳴り、眠りから覚めるストレイキッズ・フィリックス。1本目の動画は、フィリックスが目を覚ます瞬間を収めたもの。ルイ・ヴィトンのモノグラム柄のシャツをまとったフィリックスは、ベッドに横たわり、心地よさそうに眠りについている。 そこへアラームが鳴りフィリックス、起きてください。ルイ・ヴィトンのショーが始まりますと男性の声が。フィリックスは体をよじらせてから、ゆっくりと目を開き、完璧なビジュアルでカメラを見つめた。帽子をかぶりウィンク、チャーミングなフィリックス。2本目では、フィリックスがパソコンを操作して、ルイ・ヴィトンの 2025SS コレクションのフォルダにアクセスする様子を書いている。 フィリックスは形が特徴的なレザーの帽子をかぶり、楽しそうに笑顔を浮かべる。最後には手を振ってウインクをし、チャーミングな魅力を振りまいた。本当にブランドに愛されているとファン感激。そして最後の投稿には2本の動画がアップされており、1本目ではフィリックスが誰かと会話。今回はショーに参加できないが、サプライズプレゼントを用意したという話を流暢な英語で伝えている。 また2本目では、フィリックスからファンへのメッセージが読み上げられた。SNS では、寝起き姿たまらない、目があってドキッとした、美しすぎるしチャーミング、ショーに参加できないのにこんなにコンテンツ用意してくれるなんて、本当にブランドに愛されている証など、多くの反響を集めている。